ホームスタジアム MKS ポゴニシチェチン、通称ポゴニシチェチンは、ポーランドのシチェチンを本拠地とするプロサッカークラブである。2012から13シーズンにより、ポーランドの最上位リーグであるエクストラクラサに所属している。1904年に、リビューにおいて、LKS ポゴニルブフが設立され、1920年代には4度に、渡りポーランドリーグを制覇するなど競合チームとして、 知られていた。1939年に第二次世界大戦の影響でリーグが中断し、その後1945年にはポーランド東部がソ連に併合されたことから大量のポーランド人が西部へ移住した。1948年にリビウから移住してきたポゴニルブフのサポーターが中心となって創設されたのがトークラブである。 2006から07シーズンにはエクストラクラサで再開に終わり、さらに財政問題からオーナーが交代し4部へと降格する。しかし2年で2部に当たる1、リガへの昇格を決め、2009から10シーズンのポーランドカップでは2部所属ながら準優勝を果たす。2011から12シーズンには1、リガで2位になり、エクストラクラサへと復帰することとなった。欧州の舞台では、 1987年及び2001年に UEFA カップに出場している。また2005年には UEFA インタートと,とカップに出場した経験がある。ありがとうございます。